海面動物は海面動物門に属する動物の総称である。海面、海面などとも表記される。熱帯の海を中心に世界中のあらゆる海に生息する。淡水に生息する種も存在する。壺状、線状、倍状など様々な形態を持つ種が存在し、同種であっても生息環境によって形状が異なる場合もある。 大きさは数ミリメートルから1メートルを超すものまで多様である。多細胞生物であるが、細胞間の結合は緩く、はっきりとした器官等の分化は見られない。細かい網目状の海面質繊維からなる骨格は、スポンジとして化粧用や木浴用に用いられる。海面は固着性の動物である。基本的には放射奏症の形をとるが、 実際には環境によっても大いに変化する。表面に昇降と呼ばれる数多くの穴を持ち、ここから水と食物を取り込んでいる。また、大光と呼ばれる開口部が上部にあり、ここから水を吐き出している。異空と呼ばれる内側の空洞部には弁毛を備えたエリー細胞が多数あり、この弁毛によって昇降から大光への水の循環を引き起こしている。 このような体内に水を循環させる構造をまとめて水光系という大部分は海産で長管体から深海まで様々なものがある炭水産の種も少ないながら存在する岩盤や海藻あるいは貝殻の上など硬い基板の上に張り付いて成長するものが多いが深海の泥底には根状の構造で突き刺さるようにして定着するものがある 海面は、露化接触者であり、体内を通り抜ける。水の中から有機物微粒子や微生物を捉えて、栄養とする。それらは、エリ細胞や内部の食細胞によって確保される。ただし、深海などには肉食性海面と呼ばれるものがあり、それらはより大きな小型甲殻類などを捉えて、消化する。海面の体内には大量の微生物が共生しており、種によっては、 全体積の40%を微生物が占める。その多くが海面体内からのみ発見される種である。現在、細菌と古細菌双方にポリバクテリアやタウム古細菌といった新しいもんが提唱されている。生殖は無性生殖と有性生殖の双方を行う。無性生殖として代表から目が成長して繁殖するほか、 下級と呼ばれる芽を体外に放出して繁殖する種もある。優生生殖も多様であり、私有動体と私有遺体の双方の種がある。多くの種では受精後、陽性になるまでは親の体内で育つ体制であるが、卵生の種も存在する。発生の過程において、外廃葉や内廃葉といった廃葉の形成は起こらない。また、 多細胞でありながら明瞭な器官の分化が見られない。このため、海面動物門及び平板動物門は、側性動物パラゾアとして、器官系が分化したその他の動物である、新生構生動物、エウメタゾアとは、区別されている。エリ細胞がエリに囲まれた弁毛を持つことから、単細胞生物のエリ弁毛中と、海面動物との類似性が古くから指摘されてきた。 このことから、以前は、海面動物は、エリーベンモウムシの群体から派生したもので、多細胞動物とは、系統が異なるものではないかとも言われたこともある。しかし、海面動物には、ホメオボックス遺伝子、TGBβ 遺伝子など、多細胞生物としての分化、発生に関わる遺伝子群が、すでに存在していることが、明らかになってきており、 他の多細胞動物との差はそう大きなものではないとの証拠も上がっている。戦術のように、従来はこの群が他の構成動物とは別の系統に属するとの説があった。しかし、分子系統学等の情報から多細胞動物はエリベンモウムシの群体が起源であると考えられるようになり、海面動物は最も原始的な多細胞動物であるという説が、 改めて提示されている。従って、動物はすべて祖先を共有する単系統群であると考えられている。しかし、最古の多細胞動物の化石であるエディアカラ生物群からは、四方動物によく似た生物が見つかっていることから、四方動物の妖精に類似した単細胞生物の専門虫のようなものが、多細胞動物の起源であるという考えも残っている。 いずれにせよ、多細胞動物としては破格に組織機関が単純であり、その進化のごく初期に分化した原始的なものであるとの提言がある。しかし、海の低生生物としては非常に成功している動物群でもある。スポンジ普通海面綱に属する6種の海面は、海面質繊維だけからなり硬い骨片を持たないため、 スポンジとして化粧用や沐浴用に用いられる。地中海産、紅海産の海面が柔らかく、品質が高いとされる。海底で捕獲した海面の組織を腐敗させ、洗い流して残った骨格が、スポンジとして、店頭で見られる海面となる。日本では、ガラス海面の一種である回廊洞窟などが、その姿の面白さから飾りなどに使われた。 海面は水中に浮遊する食物をろ過接触するため、水質汚濁の原因となる水中の微生物や有機物を除去する役割を果たしている。海面からは複雑な構造を持つ有機化合物が多数発見されており、医薬品の候補として期待されている。厚 HIV 薬として用いられているドブジンは、海面由来の天然物と類似した構造を持っており、 他にもハリコンドリン B や感情具は二人類などが抗がん剤や抗 HIV 薬、抗マラリア薬として作用することが確認されている。ありがとうございます。